はい、こんにちは、かすまたんです。さあ、今日9月12日木曜日ということで第2弾初日やってまいりました。ほうほう、トルギアだ。はい、フレンダーピック持ってないのでトレーナーピック買います。画面にタッチして遊ぶよ。マルチスキャナーにトレーナーピックを。ここ映る映る。はい、また名前とか登録。あ、すごい、見て、めっちゃいる。え、早っ、できちゃう。ブレンダーピック、トレーナーピック。何選びたいの？トレーナー。もう32歳だけど、31歳。やばいな。あ、間違えた。あ、11月終わる。あ、ここに、え、マルチスキャンなんて、あ、ここだ。すごい、わかりやすい、見て、枠。忘れちゃいそうだ。その価格でここも入るの？え、入ってる、上も下も。これさ、見てて。こうやるとでかくいくんだけど、こうやるとちょっとだけ。こうやってやるとバーンと。それじゃあこっちに来てくれ。初めて見るよね、これ。あ、一緒にやったっけ？今日から君もトレンダープレーの受けてる時やったか。トレンダーライセンスを渡しておくよ。裏返し、何？あ、こっちか。これかと思っちゃった。トレーナーピックを初めて使った君に椅子持ってくるの、それとも。ポケモンをプレゼント。お、好きなポケモンを選ぼう。あ、出た。どれがいい？出た。昔から俺はこのポケモン。で、大輝が草で、ゆうけが水。今日はどっちで遊んだ？さあ、どうしよう、先ピックあった方がいいかな。いい、やって。なんで聞くの？やばい、お金使うから。なんだそれ。今すぐゲット。この詳細を知りたい方はこの動画見てください。これ見てる人見ないの？客層が違う。視聴者層が違う。何それ、ピックっていうの？はい、フレンドピックって言うんですか。え、前そんなこと言ってた？タあれタグじゃん。違う、ロケテストの時。いや、言ってんだろ。名前が決まったかフレンド。これは一緒なんだ、30個。これ前やれなかったから、ロケテの時。今日初。あれ、何も出てないで。大丈夫かな。なんか、やばそうなんだ、これさ、すごいんだよ。ボタンでもいいんだけどさ、こうやってやるとほら。え？ん？何？え、どういうこと？どういうこと？いや、今俺こうやって投げたじゃん。あ、それ通りになるの？そう。だから、今度こっちから投げるぞ。だからボタン押すよりちょっと楽しい。へぇー。ほら、でもこっち、おっ！やった！出た。え、すごいじゃん。ホッコ出て、進化系出たで。それ一番いいやつだ。え、グレード。あ、スーパートレジャーがね。グレードがこの紫。え、ホーとかもそれと同じ？そう。クリアなんだよ。クリアパープルで。これ Z 技じゃない？ほら、ダイナミックグレード。やった。早速。やった。出ると思わなかった。バトルしたら全部ここ一番低いグレードなんだけど。へー。ここに一応なんか今回は置くみたいな。結果報告。初めて見るポケモンばっかだな、やっぱやってないと。今回捕まえたポケモンは
そう、このね、この星、これ星、これがね、今回のクレンダでは重要で、バトルしないと分かんないけど、今のは、この星はこいつを育てるためになってるんだけど、でも、バトル中はこの星がマジで重要で、ガオーレと一緒の時みたいな気合みたいな話になってくるのね。だからボトルの連打が非常に重要で、やった方がいい。目指したとは大違いになってくる。だから俺本当は検証したいんだよね。課金するとゲットできて星をいっぱいゲットできるから、そっちの方が多分伝説とかこのスーパートレジャーが出やすいと思うんだ。ただそうじゃなくても前回出たからどのぐらいの確率で出るのかなって知りたい。まあ内部の払い出し次第だと思うんだけど、印刷タイプだとね、本当に何が出るかっていうのはない、全然決まってないけど、これはもう中で何が入っててどう出るかで決まっちゃうから。あ、これこれこれ、ブレンダーズミッション、攻撃の時連打で、あ、これはまあ関係ない。さあ誰か出てきてくれるかな。今回探検できるエリアはここだ。ダメだ、こっちにしよう。今回星5がマックス、星4はもう全部知ってるからみんな、これ第2弾だから第1弾遊んでる。見てる人は遊んでる。前回捕まえたやつがこれだから俺も使っていこう。まだ持ってないんだ。いいの？あ、持ってない。この2個しかない。だからこれで3個一応強いのを使ってる。野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。サポートポケモンチケットを持っていいから、サポートチケットを置いてね。サポートポケモン登場。君のポケモンを出してね。フレンダピックタッチで決定。おー、すごい抜群な。ちょっとあるリングが収まったらタッチ。これね、大事だな、これも。今の完璧って出たじゃん。あれ多分ずると完璧じゃなく出ると思うんだけど、完璧ボーナス、あの丸の中って、そう、完璧ボーナスみたいなのが、ね、出るんだよ。前、ロケテストの時そんなのなかったじゃん。うん、なのに、見てて誰かどのポケモンかにね、完璧ボーナス、ほら、完璧ボーナス、こいつ、攻撃力はちょっと上がる。これは変わらない。だからダメージよりも星を貯めることが大事だから。あ、ほら完璧ボーナスだね。別に20点もどうでもいい。でも倒せた方がいいけど。ほら見て見て、これほら星出た、星出た。ほらまだ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 出ろ、まだ出ろ。もう出ないんか、ね、出るときもある。なんか前のロケテストの時は出た気がしたんだよ。あ、でほらこれで2個、はい、もう追撃チャンス、ラッキー。よし、ナイス。ほらこれもだから星出るはずだから。あ、出ない、出ないわ。でも倒せた方がいいから倒せない。これでゲットチャンスかな。ゲットタイムなんだけど、何もしなくてもバトルは続けられるんだよね。ただここに書いてある通り、この2段階までは星あと8だから、多分あと8だから結構必要なんだよね。ちょっとやっぱ入れようか、いらないけど。一回もこのバトルで入れたことない。あ、ラッキー。でこれも これで入れるから。おお、今のいい時いた気がしたもんね。おお、まさかの、え、一番多いやつじゃん。ねえ、え、こいつが一番多いじゃん。星一番多かったよ。いや、3だよ、ほら、こいつが一番多い。え、こいつ星4だ。ああ、それを捕まえたんじゃないの。ああ、逆だと思ったの。ああ、ほら見て、3個ゲットした。今のこっちだと2個になる。確か真ん中が逃げたやつね、うん、ほら探検ロード、これまだまだ足りない。まだ2試合目だ。え、ではそれまで行くとどうなるの。じゃあもっと星4段階まである。星4でダイヤが4段階まである。
4段階まで行くと大体伝説っていうかえが出てくる。スーパートレジャー出やすいんじゃないっていう話。えバトルの3回目に。そうバトル3回終わってね。え今2回目じゃん、うん、3回終わったにどうやって出てくるの。なんか扉を開けようみたいな感じ。あバトルに出てくるんじゃなくてね。倒せる。へえ。だから、ね、気合が600溜まりましたね。おいよいよ4つでかい。でもその時ってバトルに出てきてたじゃん。あバトルに出てくるよ。バトルするんじゃない。ちょっと待って、なんか説明足りない。4回目まであるのバトル。いや、あそう4回目。そう3回はタダでできる。いやこれも別に買わなくていいんだけど。星を貯めたい。そう星を貯めたい。ほら星3。ああそういうことね。ああ。なんか今押した瞬間のところで止まるんだけど、行った時じゃなくて。あ、すごいじゃん。ね。やったじゃん。取れじゃん。こんなの知らないけど、シオンジェ。星四つ。でかいこれ。すごいよ。もう一二三。あ、これもね、ほらこういうのもあんのよ。であちょっと足りない。でもあと1回ある。あと1回ある。おこれスーパートレジャー。あトレジャー。え全部星4。まさか全部星4じゃない。応援ボーナス Z 技でっか。せっかく捕まえたの。これの Z 技初めてやる。マークを動かしたらどういうことだ。やったことないの。ない。まあやっぱそういうことで。あいいねいいね。ちゃんとやってる。前こんなの絶対やんなかったの。こいつすごい。出ない。意外と出ないかも。そんなに3までなんじゃないか。いや、4も出たけどさっき。だから、レインボーまで行ったらもう出ないかも。いや、違うやつ捕まえたけど。あ倒せば倒すほど、あれ星がもらえるから、うん。いかに強いやつでやっぱやるかも。これは出なさそう。追撃は出なさそう。あ、ナイス。やっしょ。いった。すごいすごい。足りない？わかんない。出る。ちゃんと出てくれるから優しいんだ。あ、2だからもう必要だわ。これで絶対捕まえられるからもう超える。ちゃんと一応押したとこのこのマスターボール周辺で押してるけど、やっぱそこら辺では止まるんだ。さあ来たよ来たよ。これで最後までいけるよ。まあまあ全然いい。3でもいい。でもこれでたまにね小袋を持ってたとか言ってね、なんか星のね塊みたいなのなんか持ってる時がある。さあこれでどうなるか。で今回は俺金入れちゃったけど無料でここまで来れるから、うん、相当先だから無理だと思うけど無料じゃ。さあこれ大丈夫。大黄金の扉。でも今スーパートレジャーポケモンって言わなかったね。トレジャーポケモンの気配ですね。どうなんでしょう。さあ誰。あなんかキラキラしてるよ。来た来た。スーパートレジャー。何このポケモン。オーガポンじゃなかった。オーガポンゲットしようって。オーガポンじゃないよ。ほらオーガポン。どういうポケモンなのこれ。ほら一匹だけで交換できる。交代できるって言われても。ちょっと抜群のやつ。俺も持ってるんでいなくない。
さっき Z 技使っちゃったのいけなかったかな。ねえ、まあでも誰が出るのか分かんないからね。これ何のポケモンなの、これ氷なの。違うよ、草タイプ。草なのこれ。テラスタルになってるからキラキラしてる。そういうこと、うん、あれ疲れてない。疲れてないじゃん、お前行くわ。いや、めっちゃいいじゃん。ねえ、さっき疲れ、いや、さっき使ったばっかりだったの。疲れてない。これはもう別物ってことじゃん。ねえ、めっちゃいいじゃん。てか、1体変えれるのもいいよね。うん、あ、来た来た、この応援ボーナス。1、2、3、1。あー、なんかこれはさ、正直星出るかな。あ、もう出ないわ。もう扉開けたから、もう扉開けたから出ない。20じゃ半分ぐらいか。あー、やっぱりな。じゃあ60だったら行ってたかな。相手のこれ、この1回しかないのかな。どうなんだろう。え、これちょっとテラスタルになる元を知りたいんだけど、どういうの。え、もう多分いつかここら辺に出てくる。あ、もう1回ある。あ、2回あるわ。さすがにこれはじゃあ疲れてるわよな。じゃあこいつで行くしかない。ナイス、先行ちゃん。え、結構硬くないんだけど、すんなり行く。うわ、これは赤出すの大事だぞ。応援ないんだ。1、2、3。 OK、 来た。これいったっしょ。もったいないね。でもどうだろう、行ってないか。あの、これグレード低いやつだから無理かも。さっきの60の時だった。発揮者だったら行ったわ。これうわ、ナイス。9回から、あ、ほら、テラスタル弾けた。あ、全然違うじゃん。全然違うじゃん。さあ、来るよ。これもじゃあ絶対違うだろう。ってことだ。あ、ダメだ。やっぱ雰囲気狙えてる風なんだね、一応ちゃんと、ね。うわ、いけ。あ、いった。やば。お、かっこいい。キラキラ。やったね。このすごワン動画で2匹も捕まえちゃった。すごいぞ、スーパートレジャー。これなかなかな声優使ってるよ。誰なの？この人。誰なの？有名人。知らない。出た。何の人？わかんない。何の人か忘れちゃった。え、なんでじゃあ有名って言った？何の人だって。10匹いるの。投げるの。あ、いい。ちょっといい。ちょっといい。多分トレジャー以上だと思う。多分。これ、あ、違うわ。いや、こんなマイクラみたいなやつ。ねえ。めちゃめちゃマイクラじゃん。めちゃマイクラじゃん。そうか、マイクラの実写映画めっちゃ面白そうね。へえ。すっげえ面白そうね。え、CG だらけと。うん。あ、CG だらけだけど。まあ、実際の人は実際の人だけど、うん、本当に面白いですよ。やった。意外といっぱい捕まったね。まあ、1000円使ってるからね。でもいいんじゃん。こっちは違う。今回の上位はこの3体。え、今のプレイだけで。あ、今の1000円。今すぐゲットじゃなくて。今すぐゲットと今のバトルでこれ全部3個。違う、1000円っていうのは今のバトルだけ。この動画で1000円じゃない、1200円。この動画で1200円使ってこれだけゲットした。でもさ、本当さ、こっちとガッチャンコするの見てみたいな。あなたはいるからやるか。だって誰も来ないし、誰もいないよ。まだ朝一だし。じゃあ次の動画で。